もうすぐさ、フォロワー、多分、今週ぐらいにはフォロワーさん3000人超えるんだけど、3000人フォロワーさん企画やろうかなとか思ってんだけど、何やろうかな。なんか3000にちなんだ企画をやろうと思ってるんだけど、なんかいい方法ある？なんかおすすめの企画とかある？フォロワー3000人さん企画。何食べようかね。ペイがやってたやつが良かったんだ。800人フォロワー企画の時、800個紙コップを部屋に並べて、紙コップに体当たりするっていうの面白かったよ。パクリは良くないかな。3000個なんかやるっていう。3000個なんかやる。大好き。ありがとう。フォローありがとう、リオタン。何がいいかな？ 3000。3000。家賃6万円。たこ焼き3000個は食えないだろう。たこ焼き3000個は無理だろう。無理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 。3000個は無理。たこ焼きって結構腹たまるからね。3000個なんか食べる？ 3000 個なんか食べる？絶対無理でしょ。ハンバーガー3000個？唐揚げなんだ、晩ご飯。いいね。ハンバーガー3000個。だから無理、無理系は嫌だ。苦しむ系っていうか、なんか盛り上がる系がいいね。難しいよね。なんかほっこりする、なんか達成感のある感じとかいいな。いや、3000個って無理よ。食い物系は嫌だ。食い物系は嫌い。焼肉3000人。一週間3000円生活、それ余裕。それ余裕でできる、俺。自炊結構長いから。もう16歳の頃から一人暮らししてるから余裕でできるね。何がいいかな、3000。3000分配信。あ、それ面白いかもね。3000分雑談。寝ないで3000分雑談やる。寝ないで3000分雑談。多分後半死ぬだろうね。ボーリング3000っていいな。あ、いいじゃんいいじゃん。そういうのいいね。ボーリング3000。部屋の中に風船3000個？それもいいね。部屋の中に風船3000個やるっていいね。それどう？ UFO キャッチャー3000個。1日300円生活をどうか。余裕余裕。風船3000個っていくらぐらいすんだろう。風船3000個膨らませる配信やる？それどう？風船3000個。部屋の中風船3000個入るかな？入るかな？あ、3000円企画で料理か。はいはいはい。料理あんま好きじゃないんだよね。食い物系もあんま好きじゃないし。風船3000個。面白いかも。いいよね。風船3000個だったら面白そうだよね。ちょうどこの部屋に収まるか収まんないかぐらいだけど。さあ、風船の処分が大変だけどね。風船の処分が大変。でも面白そうだよね。風船3000個は。ああ、焼きそば懐かしいね。あ、いいじゃん。3000個の空き缶拾いやらない？でも東京って空き缶落ちてないんだよ。ほんと街が綺麗だから。東京ってめちゃめちゃ綺麗なの。風船3000歩どこまで？あ、いいね、いいね。ヒカルドッシュ懐かしいね。何がいいんだろう。でも風船はね、パクリになっちゃうからな。女の子配信者が結構やってるから。
うん。うん。プール買って、あるじゃん。なんつうの。なんとかプールってあるじゃん。あそこに水風船3000個作ってダイブは。どう？水風船を3000個あるじゃん、プール。プールあるじゃん。あそこにもうどんどん作っていくの。みんなで水風船を。そこに最後ドボーンってやるってどう？飛び込むっていう。それどうかな。空き缶はいいんだけどね、空き缶3000個って相当大変なの俺知ってるから。ビニールプール。夏だし。街角で3000人と握手。怪我するかな。でも水だから大丈夫じゃない？水風船だから。花火3000発？線香花火あり。花火か、3000発か。大したクッションになんないかな。なんだろう。花火3000発ってすごいよね。海辺とかでさ、3000発並んで、導線引いて、ロケット花火とかね。海岸のゴミ拾いいいかもね。盛り上がりにかけるんだよね。そうだよね。なんか壮大なやつやりたいの。三千系で。何がいいかな。まあ、なんか考えとくか。ロケット花火3000発。ロケット花火って100円で何本ぐらい入ってんだろう。3万円ぐらいかかりそうだよね。ワン太郎に3000回ワン切りする。ワン太郎かわいそうだ。空に飛ばす？風船でさ、ヘリウムガスで作って浮くやつあるじゃん。あれ3000個で俺が持ち上がるかどうかやる？ヘリウムガスでさ、3000個風船作れるよね。それで、俺が果たして飛べるのかっていう。それ面白くない？風船3000個作って、で、その風船で空を飛べるのかどうか。どう？俺持ち上がりそうじゃない？ 3000 個で。ふわーって。それどう？それどう？壮大じゃない？なんかジャンプとかすげー対空時間になりそうじゃない？ふわーって。ガス代が高いか。でもやりたいな、それ。風船おじさん。それ、どうなんだろう？ありだよね。あ、じゃあ、ペットボトルを3000個集めて、船を作って、海を渡る配信はどう？ペットボトル3000個を集めて、こういうのを。ブワーって紐で縛っていって、それで、どっか船を漕ぐとかさ。それ面白くない？ペットボトル3000個集めて、それで川を渡るとか、そういうの良くない？どう？かなりの長時間企画になるけど。そういうなんかバカっぽいのをやりたくない？なんか。3000船、うん。あ、いいね。この中に顔3000匹入れてとかね。そういうなんか、ハッピーで誰も傷つかないやつやりたいね。面白いよね。それありだな。ペットボトル。玉川下りとかさ。ペットボトル船。それちょっとやろうよ。うん。3000人行ったら。風船だと多分コストがめちゃめちゃかかるから、多分ペットボトルの方が現実的だ。ペットボトル3000個もすげえ大変だけど。うん。たさんいらっしゃい。ペットボトル3000を集めよう。どうにかして。うん。なんか面白いじゃん、そういうの。うん、それちょっと企画しよう。
に人で集めてリアトツ、どこでやればいいかな、玉川集合とか。でも相当何時間もかかるよ。うん。ドミノか。ドミノいいね。ドミノ3000個ちょうどいいね。いいね、いいね。ペットボトルはだから街で拾ってきたりとか、もう、リアトツでバンバン持ってきてもらうみたいな。うん。どう？ペットボトル。リスナーさんの近所に、もうみんな参加型で、リスナーさんにペットボトルをバーって持ってきてもらうの、家から。東京のどっかで。で、最後は、それで、そのペットボトル船でどっかを目指すみたいな。それ面白くないか？沈没するかな？ペットボトルの船って。玉川、どこの川がいいかな？風船で浮かぶ企画やってたんだ、メンドさん。じゃあ俺らは船で行こうよ。ペットボトル船。ねえ。いや、送られても持ち運びできないから。うん。ねえ、水買ってっていうかさ、みんな家にあるペットボトルを持ってきてもらう、リアトツで。で、その配信者みんな集まって、その声かけて、縛っていって、川で、この紐とかで適当にガムテープとかでもいいじゃん。縛っていくのよ。リアトツしやすさで言ったら都内だと、都内の方がいいと思うけど、それやろうか。いや、そこが面白いんじゃん。大きさの違うペットボトルとか。うん。それ良くない？ね、鉄腕ダッシュみたいな企画。だからそのペットボトルを最後どうやって処理するかだよな。ペットボトルの船をどうやって処理するかだよね。3000キロ配信か。おう。ペットボトル3000個って相当巨大船みたいなのができたらどうする？俺らが思ってるのと違ってさ、カヌーみたいなのを想像してるな。しかしなんか巨大戦艦みたいなのができたらどうする？3000ってすげえな。うん、それなんか現代アートっぽくてよくない？なんか。アートっぽくていいじゃん。うん。3000個って相当な量だよね。だからそれが終わるまで、俺はその場から離れらんないみたいな。うん、どう？ 3000 個のペットボトル作るじゃん。わかった。3000個のペットボトルつけて、神田川まで帰ってくるっていう。近所まで。うん。うん。マジでやろうよ。そしたらなんかリアトつきたいでしょ、みんなも。ペットボトル持って。バラバラにしないように頑丈にやんないとね。頑丈に作らないと。あ、これやろう。これやります。ペットボトル3000個で船作る配信。集合場所どこにしようかな。集合場所。集合場所どこにやろうか。うん、崩れてバラバラになったらただの事件だからね。うん。ルナさんいらっしゃい。僕は雑談系配信者でいろんな企画とかやってますね。もしよかったらフォローしてってください。仕事が配信ですよ、僕は。面白いね、ナイトスクープ。そうそう、この企画やろう。この企画やろう。この企画のじゃあ参加者募集枠やろう。次枠。いつやろうか。スケジュール的に3日まで忙しくて、3日まで忙しくてでしょ。3日。川、玉川でやるのがいいのかな。でっかい川って言ったら東京どこが集合しやすい？でっかい川。東京の川ででかいやつ。いや、ワクワクするでしょ、これ。都内でしょ。リアトツしやすいように。
めいちゃん都内住んでるんだったらリアトルして作るの手伝ってよ。リスナーさんと配信者集まってみんな縛らないといけないし。でも多分ね、コンビニとかでペットボトルくれませんかって言ったらくれると思うよ、多分。そんな気しない？ペットボトルの浮き輪なんだ。そこ普通の浮き輪じゃないんだ。双子玉川が一番でかい？楽しそうだよね。縦に並べると600メートルか。相当だな。めちゃめちゃ巨大戦できるな。で、最後みんなで集合写真で、船にこうやって一人ずつ乗っかる写真撮影やろうよ。双子玉川がいい？それいいね。うん、いつやろうかな。23、面白そう。みんな部屋のペットボトル集めておいて、多分ね、コンビニとか最寄りのところに行ってペットボトルくれ いただけませんかって言ったら絶対くれるはずなんだよ。あ、めいちゃん大阪なんだ。大阪近々行くよ。その時リアトツでもぜひ参加したい人手を挙げてください。この企画参加できるリスナーさん、縛るのとペットボトルをこう船作るの手伝える人、多分ね人で20人ぐらいかかる。これ人で20人ぐらいかかる。許可いらないんじゃないの？そんなので許可いいの？いらないと思うけど。車で運ぶと多摩川、調布。もんちゃん軽トラ出せる？うん。炭酸のペットボトルの方が熱いんだ。まあでも大丈夫だと思うよ。うん。レクチ手伝ってくれる？じゃあやろうやろう。みんなでやろう。みんなでやろう。うん。おかえり、みつこさん。おかえりなさい。これみんなでやろう。リスナー参加型企画で。のんちゃんも来てくれるでしょ。じゃあ軽トラも出せ。ねえねえ、のんちゃんさ、最悪さ、そのペットボトルの船をさ、のんちゃんの家で保管することってできない？え、株ニート来なよ。面白いじゃん。娘いて千葉。もちろんもちろん。都内に来れる人であれば。うん。これみんなでバーベキューやりながらとかにしない？しかも。あ、いいじゃん。バーベキューをやりながらみんなで作って肉食って焼きそば酒飲んで、で最後川でバーンみたいな。それ良くない？誰かバーベキューのセットとか持ってこれる人とか、これやろうよ。これやろうよ。これ最高じゃない？それいいじゃん。そしたらさ、みんな飯食えるし、うん。作るところからずーっと配信する感じ。それいいじゃん。バーベキューができる川だね、あとは。バーベキューができて、その船。屋台船みたいになるよ。盛り上がるっしょ、これ。うん。花火はやんないけど。まあ、普通の花火やってもいいけど。いいよね。いいね、いいね。これ、何にしようか。ねえ、イベント名決めてやろうよ。めっちゃ楽しいじゃん。そしたら来るっしょ、カブニーとも。ねえ、俺ちょっといろんな配信者に声かけるわ、それ。キャンプとかしてもいいしさ。楽しそうじゃん、みんなで。これやろうよ。ライフジャケットとか浮き輪とかつけて乗ればいいじゃん。ペットボトル、ビニール紐はどう？ビニール紐じゃダメかな？大丈夫じゃない？いや、聞いないよ、ミュール。だって3000のペットボトル集まるだけでも相当楽しいし、それで船って結構ニュースになると思うよ。うん。ねえ、超楽しいよね、企画としては。最高の企画じゃん。ワードフェス。それちょっとやろう。うん。
テルチャンピンから誘おうかな。ちょっと、テルチャンピン、そう、いつやる？いつやるか日付だけ決めようぜ。日付は、23、24、25は？ 24、25。どう？ 24、25。どう？ちょ、テルに聞いてみるわ。話題性十分あるよ。普通にだから配信外でも面白いじゃん、こういうのって。現代アート。ちょっと待って、いろんな配信者にブッキングしてくわ。24、25で。まず、テルチャンピンから行きます。参加者。テル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 。テルチャンピン。あ、ワンタロウから行こう。ワンタロウ暇だから。いや、今月の24、25。どう？ 24、25、今月の。出ねえし。え、7月とかの方がいい？今月じゃなくて来月の方がいい？みんな的にはどう？今月と来月どっちがいい？今月と来月。今月と来月どっちがいい？もしもーし。おはようございます。お疲れ。今大丈夫？電話。大丈夫です。はい。来月になるか今月になるかわかんないんだけど、ちょっと大型の企画をやろうと思ってて、おー、はいはいはい。で、一緒にやらないかなと思って電話したんだよね。あー、いいですね。何やるんですか？来月まだ東京にいる？います、います。はい。来月東京に生主が集まって川で。川で集まる。で、俺フォロワー3000人もうすぐ行くんだよ。はいはいはい。で、それにちなんだ企画で、ペットボトル3000個で船を作って、はい、リスナーさんとか配信者がバーって集まってみんなで船を作るの、3000個の。あ、はいはいはい。で、川でバーベキューして、最後船が完成したらそれで海を渡るっていうか、まあ、船は動くのかっていう配信をやろうと思ってるの、ペットボトル船。あ、面白そうですね。面白そうでしょ？で、はい。どうかなと思って。あ、ぜひぜひぜひ。いいですか、僕なんか。もちろんもちろん。うん。ありがとうございます。はい。じゃあ、場所多分都内のどっかでやるから、やるとき告知するわ。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。うん。じゃあ、はい、お疲れっす。あ、ワードさん。お？最近なんかツイッターで、なんかすげえ気持ち悪い、うん。写メ載せてるんですけど、あれ、気持ち悪いんでやめてください。え、何？ツイッター。え？切り方下手だな。下手か。トーク。うん、仕事の都合つけて、梅雨になる？何？今月じゃダメってこと？来月？うん。あ、参加無理、了解です。うん。今月ダメなの？今月。え、何？二日後とか三日後じゃダメなの？うん。そうそう。だったらさ、今月の、24、25じゃダメ？ 24、25。24、25じゃなんでダメなの？ 24、25。土曜日、日曜日。梅雨？雨かな？うん。ヒカルくん、テルチャンピンに電話してみよう。今月じゃなんでダメなの？みんな。今月でいいでしょ。なんで誰もレスポンスしないんだよ。なんなんだよ。23、24、25。ペットボトルなんか、コンビニでくださいって言えばいいんだよ。雨だったら中止でいいじゃん。24日、東京、天気。青山カラオケ配信してる？ちょっと聞いてみるよ。24の天気予報。曇りのち、時々晴れ。うん。曇り、
時々晴れ。降水確率 30%。うん。24どう？どうすりゃいいんだよ。俺こういうの困るんだよ。うん。金になる資源だからもらえないかな。うん。どうすればいいんだろう。来月の方がいい？来月は梅雨って明けてるの？来月は空いてるの？新宿じゃ無理でしょ。川があるところ。バーベキューするんだから。来月でいい？なあ、段取りが難しいな。俺こういうの苦手だから、便所さん、うめえな、ほんと。うん。新宿じゃなくて、場所どうしよう。決めたら早い方がいいよね。梅雨明けは、梅雨っていつ明けんの？梅雨が明ける時期を教えて。おぉ、ああ、もうなんかイライラしてきた。梅雨が明ける時期教えて。うん。梅雨が明ける時期教えて。うん。うん、でも雨降ってても別にいいような気がしてきたけど。まあいいや。これはやることは決定しました、じゃあ。やることは。いつやるかはわかりません。梅雨明けは20日か。じゃあ夏にやるか。夏にやろう。夏休みにやろう。キッズが集まるだろう。うん。夏休みにやろうよ。夏休み。その方が良くない？梅雨明けは4月の半ばだった。じゃあ8月で良くない？ 8 月。8月で良くない？ OK。8月。8月に、長えな。長えな、8月。OK。じゃあ決まり。8月。8月に、リスナーさんと一緒に合同企画で、夏、うん、夏やります。そうしましょう。そうしましょう。夏にやりましょう。そしたら、リアトツみんなできるでしょ。場所はどうしようか？京子さん。場所はどうしよう？うん。うん。海の方がいいのか、川の方がいいのか。で、みんな集まろう。もう、8月。うん。8月にやります。夏休み入って、子連れで。子、うん、連れで。そうしましょう。で、河川敷が難しかったら、バーベキュー。海でやろう。お台場でやる？お台場。お台場。うん。それやります。でも、多分8月、多分4000人フォロワーとか言ってたら4000個でやることになるけどね。都内大江戸線の勝どき橋降りてすぐ。へぇー。おう。で、みんなで集まってキャンプやろう。じゃあ海でやろう、海で。でもね、海だとペットボトル集めるの大変だと思うんだよな。じゃあみんな8月までにペットボトル50個用意しようよ。一人50個、3000割る50でいくつだ？ 60 人。3000個割る、一人50個のペットボトルは60人集まんないとね。それでやろう。うん。いや、キッズの夏休みの研究課題ですげえいいじゃん。うん。あ、じゃあ40リットルのゴミ袋に40本詰めてリアトツって感じでいいんじゃん。うん。てて。いや、でも達成感やばいと思うよ。達成感マジでやばいと思うよ。本当にやばいと思う。超盛り上がるっしょ。だってこんな透明の船ができるんだよ。透明の船が。
透明の船ができる。車に乗るでしょ？ゴミ袋2つだったら。小学生の自由研究にもなるし、なんか大人がそういうのを提示するって結構いいと思うんだよね。いや、楽しみになってきたな。でもあれでしょ？船が転覆しないようにメインのボートをこういう風に U 字で作って、で、横にペットボトルのその、なんつう、浮き輪みたいなのを作ればいいんでしょ？そしたらこう安定するじゃん。そう、三つでやるっていうの。うん。電車はかなりきついだろうね。まあでも、まあまあまあ。大人数で集まったら面白いじゃん。うん。ライトアップとかもしようよ。ライトアップとかもしたりさ、みんなそれで60人でわーって写真撮ったら一生の思い出になるしさ。双子玉川。いや、なんか川は許可がいるとかなんとかとか。そう、川のでかさがわかんないから。なんか野田総理が渡った川とかね。ペットボトルをどうやって運ぶか。いや、リュックサックとかに背負ったり、別にトートバッグ2つで多分相当な数になると思うよ。持てる範囲で持ってくればいいじゃん。で、みんな水着持ってきて、それではこうやるっていう。で、最後その船はのんちゃんに軽トラックで運んでもらうから。のんちゃんに。俺も貯めておくよ、ペットボトル。ペットボトル貯めておく。高則さん、こんばんは。まあ、持てる数だけ持ってくるっていう感じでさ。いいと思うよ、全然。キャンプファイヤーとかしたりね。うん、楽しいじゃん。うん、ね、いいじゃんね。いい企画だよね。それじゃあ、みんなでやりましょう。設計図っていうか、だいたい俺そういう工作得意だから、だいたいこれ3個ぐらいで浮くんだよ。下は3個、一番深いところで。で、それを U 字にこうやって組んでいくの。U 字に。要は、こうで組んでいくのよ。こうで。で、上の部分は1本で、手すりの部分は、こうだんだん2本3本で深くしていく設計。で、そうするとボートみたいな形状になるじゃん。カヌーっていうのかな。こうやって乗れる。そういうのでいいと思うよ。うん。どう？そんなにね、リスナーさんがこんだけ集まるんだったら、で、大手配信者の人と一緒にやったらさ、結構集まるから、面白くなると思うよ。うん。だからまあ、集まってゆっくり作っていく感じだよね。それこそなんかアートだからさ、こういうのって。なんか、ぐちゃぐちゃになっても面白いんだよ。浮けばいいんだから。なんとかなるっしょ。うん。なんとかなりそうな気がする。じゃあ皆さん、ペットボトル、空のペットボトル、集めておいてください。よろしくお願いします。空のペットボトル集めておいてください。あとの処分は、考えよう。後々考えよう。それをそのままさ、ゴミセンターに持ってく配信とかもしようよ。泣きながら。ゴーイングメリーゴーみたいな。俺らの船が、つって。色水少しだけ入れたら、だからスプレーでカラーリングすればいいじゃん。最後。もしちゃんとアート作品にするなら。麻紐がいいのかな？いや、あれでいいでしょ。ビニール袋の紐でいいでしょ。うん。いや、人数60人って相当な、マンパワーだからね。数合わせありがとう、アイテム。うん、2ヶ月あるならいけるから、告知をちゃんとしておこう。うん。これやります。ぜひ皆さん、リアトツに来てください。ペットボトル集めておいてください。
よろしくお願いします。これはなかなか面白そうな企画だね。リサイクルに出せない？なんで？あ、スプレーやったら出せないか。まあ、透明なままでいいじゃん。なら透明なままでも十分かっこいいと思うよ。みんなペットボトル集めとくことだけ考えればいいよ。ペットボトル集めることだけ。あとは8月にリア凸することだけ考えればいいよ。あんまりね、人がね、こうわーってなってる時にいろんな意見飛び交うって。で、ダメな理由を考えちゃいけないんですよ。達成不可能になる理由を考えない。達成することだけ考えたら面白くなるから。みんなで、こう、でっかい船作りましょう。うん、湖とかいいね、うん。でも東京にそういうのがない。でもやるんだよの精神。そう。できない理由は俺にはいらない。できる理由だけ。そう。でも楽しいよね。一生の思い出になることってさ、やっぱなかなかないじゃん。人間普通に生きてたら。うん。アリスの家にとりあえずペットボトルをみんな持って行き貯めておく。アリスはね、ゴミを捨てない女だからね、貯めてくれるからね。ねえ、家族サービスにもなるし。いい配信になるといいね。なんかみんなが喜べる、うん、みんなが喜べるいい配信になったら面白い。わかんない、昨日。あ、キューピーさんどうもどうも。キューピーさんお疲れ様です。昨日ドレさん配信やってたのかな？やったんじゃないの？なんか、ゆいがさんと揉めたらしいよ。ゆいがさんと。あ、来てね、リオタンママ。ぜひぜひ。うん、ふわもこさんもね、ぜひ、それ見てください、放送で。楽しいよね。子供の頃ワクワクするようなことをさ、叶えたいよね。うん。勝ち負け。俺あんま勝ち負けのね、考え方ね、好きじゃないんだよ。なんか。それよりもみんなで達成感があることの方がいいじゃん。達成したらみんなで勝ちっていう。そういう考え方が好きなの。誰かを任すとか勝たせるとかじゃなくてさ、こう夢を叶えた方が面白いじゃん。イメージを具現化するっていうの。ねえ、乗りに来てよ。自分と揉めた？マジで？え、ドレさんと極悪キューピーさん揉めたの？なんで？へー。
何があったんだろう。そうそう、大人になってくるとね、配信は俺キャスやらないもん。ふわっちだけだよ。うん。俺配信キャスやってない。そう、楽しかったら勝ちっていう考え方の方が俺は好き。うん。なんかこう、白黒つけるとか嫌だ。うん。うん。ミニ君の考え方は俺嫌いで、水の上でペットボトルがバラバラになったら責任取れじゃなくて、みんなでバラバラにならない方法を考えた方がいいよ。うん。そういうね、なんか、こう、人のモチベーションを下げるとかね、ダメですよ。それはね、人の足を引っ張ることだけしかできないの。それはダメよ。だったら、バラバラにならないアイデアはこういう縛り方があるよって言った方が建設的だから。うん。てんてん、こいつの何が面白いの？嫌だったら見なきゃいいじゃん。面白いと思ってるから人が集まってるのよ。で、つまらないと思ってるわけじゃん、てんてんは。俺の放送向いてないんだよ。で、配信者って腐るほどいるから、自分で面白い放送を見つければいいんだよ。サーバー大丈夫、大丈夫。そんな、あいつら集まらない。大丈夫よ。うん。楽しいと思ってくれてる人がいるからみんな集まってんだからさ。そうそう、バラバラになってもそれはそれで失敗から学べるわけじゃん。ねえ。失敗を考えてたら新しいことなんか何もできないよ。同じのをユイカが2500円で売ってた。あー、ぼったくってたってことね。ぼったくってなんだ。ルルね、旅はね、俺放送でいつも言ってるから、放送見るとわかるよ。うん。旅はいつからか。うん。うん。まずはペットボトル集めだね。みんなでペットボトル集めよう。でっかいペットボトルもいいかもね。小さいペットボトルもそうだけど、2リッターとか 1.5 のペットボトルも集めといて。うん。和道のところに、クモン竜だっけ？クモン竜くんだっけ？クモン竜かな？うん。あの子かな？教えてあげたら切れた。なんなんだ、それ。うん。ペットボトルの企画はやろうと思ってるよ。いこまちゃん。うん。捨て頃バブルはとっくに終わってるし、俺、ふわっちでの閲覧200はずっとキープしてます。ふわっち始めてから8ヶ月間。あなたの勘違いです、てんてんさん。てんてんさん、みんな俺言ってるの合ってるよね。俺ずっと200で、むしろ閲覧、捨て頃バブルが全然なかったよね、俺。アイテムはすごいいっぱいもらったけど、閲覧は自分の力でずっと200キープしてます。はい。それを証明するのは、ふわっちの、リスワンを見てください。8ヶ月連続でずっと撮ってますから、僕。逆です。閲覧があるから捨て頃に出れたんです。大きいペットボトルの方が浮きそうだよね。うん。合ってるよね。うん。あ、大丈夫だよ、大丈夫。大丈夫、大丈夫。配信は必ず見れるから。じゃあ皆さんお疲れ様です。そろそろ最後にしたいと思います。ありがとうございました。一旦この枠を終了させたいと思います。もしよかったらね、初見さんフォローしていってください。よろしくお願いします。みんなありがとうございました。お疲れ様です。最後のタイミングなんでアイテム投げてもらえると嬉しいです。お疲れ様みんな。フォローまだの人はフォローしてください。YouTube、Twitter など Facebook などいろいろやってるのでそちらのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、お疲れ様です。アイテムよろしくお願いします。ありがとう。ロムセンさんありがとう。お疲れ。レクチハートありがとう。おやすみ。お疲れ。ハートありがとうね。ナツさん、クロウーロン茶ありがとう。ニャコ、ナートビありがとう。風船マリリンありがとう。風船ありがとう。ありがとう。
風船9個ありがとう、ミュール。風船9個ありがとう。ありがとうございます。ナッツバーガー10個ありがとう。アイテムありがとう。ケンポン、風船30個ありがとう。30個ありがとう。ありがとうございます。アイテムありがとう。ご褒美ケーキありがとう。ご褒美ケーキありがとう。リオタンママありがとう。コメントありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様です。フォローしてくれたリスナーさんもありがとうございました。お疲れ様でーす。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。